さあ続いてこちら色鮮やかな壁面アートです。この壁ですね、福岡空港の壁なんですが、小学生とアーティストのコラボ作品なんです。福岡空港にやってきたのは西呂田小学校の6年生たちです。完成した壁面アートには飛行機に明太子、その幅実に15メートルです。みんながまず描いてもらったこの飛行機すごいよね。ねえ、すごいっしょ。さらにここもみんなで描いてくれたし、熱く語っているのはアーティストの宮崎健介さん。だから子どもたちが選んだ平和というテーマと福岡の魅力をこの壁面アートに凝縮させました。子どもたちも一部を担当したんですよ。尺点幸福って意味で四つ葉のクローバーを加えている感じにしました。絵の練習とかをなんか宮崎さんとしたりして、練習した成果とかをの絵に表した。今回はコロナ禍の小学生に思い出を作ってもらおうと福岡空港が企画しました。きっと君たちはこの壁画とともに大きくなると思います。で、この壁画はこういう思いでこの時こういうふうにして作ったんだよということをいろんな人に伝えてほしいし、これをもっといろんな人たちが知ってくれたら、きっと本当に平和な世の中になるんじゃないかなと思います。